めっちゃ美容の意識が上がる月と、なんかめっちゃ下がる月がある。女の子なら分かってくれるし、この気持ちなんか。なんか、なんか今月めっちゃなんか、もう新しい服も買おう。なんかちょっと新しいリップ買っちゃおう。なんか美容院も行って、髪ツヤツヤにして、ネイルもピカピカにして、なんかもうマッサージも行っちゃおうみたいな月もあれば、もう何もしたくないな。美容院行く予定だった。キャンセルしよう。ネイル、キャンセルしよう。マッサージ、キャンセルしよう。そういう月もあるんよな、なんか。今それが3ヶ月くらい続いてる。もう限界。もうねねの美容意識は限界よ、もう。ネイルはね、なんか、なんていうの、どんな爪にしたいかで全然ね、値段違うんだよ。なんか、3000円くらいでやってくれるところもあるし、5000円くらいのところもある。そう。あとなんか、めっちゃやだら長い。今、ギャルがよく、なんかペットボトルとか、ってやってるなんか、すごい長い爪とか。あれは、なんか自分の爪じゃなくて、爪の代わりのものを爪の上にピッてつけて、やってんだよ。だからそれつけるともっと高いはず。いやね、でも一回ね、憧れて、ギャルの長い爪に、なんかすごい中途半端な長さに長くしてもらったことあるんだけど、3日もせずに、全部切ったんだけど、なんでかって、まずね、パソコンのキーボードが叩けないでしょ？もうずれるの、エイムが。ねえねえって打ちたいのに、なんかもう、へへみたいな感じで打っちゃうから、それめっちゃしんどかったし、スマホ打ちにくいし、なんかカチャ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 言うし、なんか、缶とか開けれなくて、イライラしたし、トイレ行った時にね、なんか拭くところのエイム定まらなくて、なんか刺さるし、しんどすぎてパキって。切った。おしゃれは我慢だね。そういうことだ。鼻もこじれ、鼻はね、逆。指先に綿棒ついてる感じだから、小指とか、すごく、逆にもう、深すぎっていうくらい入ってっちゃう。ちょっとカーブしてんじゃん、爪って。なんかまっすぐ言う。ちょっとカーブしてるのがさ、ビギーンって伸びてるわけだよ。めっちゃ耳とかね。耳かき的な。簡易耳かきがずっと小指についてるみたいな。もう、なんか爪とさ、指の間に挟まるのってよくあるじゃん。なんか、いろんなのが。挟まるまではいいよ。挟まった後取れないんだ、上手に。洗えないから、なんか爪がカチャ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 して。だからよく言わない？なんか爪で、小指だけ伸びてる人は鼻ほじってるみたいな。鼻ほじるように伸ばしてるみたいな。ね、でもよくある、なんかサンダルとか履いてるとさ、なんか、捻挫っていうのは、なんか、こう、踏み違えて、ぐって、なんか、折れるわけじゃないけど、ひねっちゃうやつ。いや、ぐねぐねのやつがいっちゃ痛いよね。わかんない。足の骨折ったことないからわかんないけど。ヒール高い。靴の。そんなめっちゃ高くないと思うけどな。ヒールじゃなくて、厚底履くからかな。なんか、ヒールは、なんか、社会人になったクレイジーの友達たちが、排水溝の溝に引っかかって折れるって言ってたよ。カツン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 っていうタイプのピンヒールみたいなやつは、排水溝の溝に引っかかってパキって折れるから、最悪って言ってた。スネでは、靴自体が分厚いのを履くから、それで不安定になって、歩きにくくてグギってなるのかもしれない。もしかしたら。そう。なんか、厚底履くと足長く見えるから、いいなって。竹馬しようかな。ワンチャンありじゃない？なんかもう竹馬もなんか、下駄とか。身長底上げ、まあ身長底上げもそうだけど、足元が長くなるじゃん、あれって。足だけ分厚さが出てるから。だからなんか足がね、めっちゃスラッて見えるの。ね、竹馬できるよ。ENID の子たちのフルネーム全部言えるかって言われたらめっちゃ不安だな。言えないかもしれない。相性は覚えてるけど、フルネームであんま呼ばないもんね。そもそも。何期生とかもわかる。それはわかるかな。なんか最初に入った時は、やっぱ
あの吹雪先輩とかがゲマズと兼任とかがあるから難しかったよ。最初はちょっとわかんない、あどうしようわかんないみたいな、1期生と2期生ぐちゃぐちゃになっちゃうとかあったけど、今は多分ホロスタのとこ、ホロスタまで行ったらもうごめんわかんない、増えてるよね人、確かそのレベルだよ。ユニット、あ、そうだ、なんかあの EN の子たちみたいになんかユニットっぽくなってる途中から。でも正しい読み方はわかりません。アップロー何期生かわからないもん。アップローどれ、 あ、これか、アップラーみたいな、このここはわかるかもね。ね、顔知ってるか。テムプス行くとちょっと難しくなるかも。なんて読むのこれ。テンパス、あ、テンパスだって。テンパス初めて見た。覚えとくね。テンムスみたい、確かに。でもなんか和っぽい人はね、いないよ。なんかテンムス感ある人はいないかも。みんなどっちかっていうとなんかマドレーヌとかおしゃれなあれフィナンシェみたいな、そっち系だね。なんかテンムスとかテンプラとかじゃないね。なんかおむすびとか、いやおむすびって感じでもないな、そういう感じじゃないよ。もっと洋食な感じ。なんかペペロンチーノとか、マーマレードとか、フィナンシェみたいな、そっちだね。そっち系だ。なんか和じゃない。ネポラボもラボ感ないラボ感ない。あ、そういうこと、なんちゃらラボみたいな。いや、そういう意味じゃないんだよな。確かに。ネボラボ。確かに、ラボだわ。ほんとだ。ラボラトリーのラボっぽい。確かに。え、なんかね、最初ネポラボってつけるときもなんか、その誰を前にするか問題はなんかあった気がする。だってネポラボだから、4×4 で16パターン。かあるじゃん。確か響きの良さで決めたんだよね。なんか全パターン試して、ポボラネみたいな、ラネボポボラボみたいな感じだった気がする。なんか一応なんか4文字で頭文字取るかってなった時に一応いろんなパターンは試した気がする。苗字パターンは考えてなかったかもな。え、誰なんだろうな、ネポラボって。ネポラボで行こうぜって、ドンって、決めたの。ポルカと聞いた。あ、そうだっけ、オマルンが発案した流れだった。あ、そうだった。まあ、それでいっか。それでいいや。そうしとこうぜ。ネポラボの起源はオマルンだったってことにしよう。もう違ったとしても。よくわかんないから、もうね。一旦そうしとこ。ウィキに書いてあるって、すげえな、ウィキペディア。ネネより情報詰まってんじゃん。